はい、皆さんこんにちは、村長です。今日は Easy Keys 2、そして Easy Drama 3、そして Easy Bass、 この3つを使いまして、本当に僕が作っていくような実践、それをお見せしたいと思います。順番というのも僕が考えに考え抜いたこの順番ですので、皆さんもいろいろ方法というのはあるんでしょうけれども、このチャレンジもぜひ同じように真似してやってみてください。それではまずドラムのグルーブ選びから入ります。右側に Easy Drama 3があります。はい、このリズム気に入りました。リズムが気に入ったら、それを Easy Keys 2、これにバンドメイトをかけます。はい、ちょっと聞いてみましょう。はい、もういいじゃないですかみたいな感じですけれども、じゃあこのコード進行気に入りましたので、これをですねドラッグします。はい、ちょっと後半のパターン少し変えてみたいと思いますので、このままのコード進行をキープしまして、ちょっと違いのピアノフレーズを選択します。今のですねオープンアップライコード、これとっても重要ですので、しっかり覚えておいてください。じゃあこれで他のグルーブを聞いてみましょう。これいいです。なんか今日は早く決まりますね。じゃあこのグルーブで後半の部分に入れていきましょう。はい、これで16小節分ができたわけです。そうしましたら、これをですね僕の独自のやり方ですね、一旦ですねこのようにしまして選択をします。そしてEasy Keyのダウンの方にドラッグをします。ちょっと分かりにくいですが、このようになりました。次は Easy Bass を作っていきたいと思います。 Easy Bass の画面を持ってきます。ここに Easy Bass があります。これもドラム&キーズ、これを選択しておきまして、スタジオ音は悲しいかな、こっからドラッグができません。ですから僕はこの Easy Keys から直接はできるんでですね、これでスタジオ1の場合はピン止めをしておきます。そしてベースを立ち上げます。はい、今度はここからだったらドラッグができます。ドラッグします。はい、これで左手部分というかベースの音だけ取りたいと思いますので、これをここにドラッグします。はい、そうしまして今度はこの後半部分を同じようにします。一緒くたにしてしまわないこと、これが一つのポイントです。これもよく覚えておいてください。なぜならグルーブを選び直すことができるからです。ちょっと聞いてみましょう。ベースのグルーブどんな感じかなっていうのですけれども、はい、とってもちょっと簡単な感じですよね。もしよければですね、グルーブからリプレイスミディでこのグルーブを少し入れ替えてみます。はい、これに入れ替えましょう。後ろ聞いてみましょう。うん、これはなんかいい感じですので、このままやってみたいと思います。じゃあこの部分をまた DAW にドラッグします。ベースのところにこのようにしました。そうしましたら今度は Easy Drama 3はトラックに何もないですから、今聞いてみると Easy Bass と Easy Keys 2、これしか入っていませんから、この2つで音が鳴ります。ちょっとやってみましょう。ベースちょっと上げます。
はい、そして今度はもう一度ドラムに戻ります。なぜかというと真ん中でグルーヴがどちらも変わってますよね。それをもう一気にですね、イージードラマーに判断をさせようということなんです。イージードラマー3の方をバンドメイトにします。そうしまして、これスタジオ版の場合悲しいかな、ここからドラッグができませんので、この2つともをバウンズします。コントロール B、 いわゆるオーディオに一旦変えるんですね。はい、このようにオーディオができました。このオーディオをイージードラマーに持っていきます。はい、このようにして2つ一緒に持っていきます。いわゆるピアノのフレーズとベースのフレーズを一緒に合わせて分析させようということです。はい、このようになりました。 BPM は108、間違いないです。これで OK をします。こんな形でドラムが選ばれました。ちょっと下の方に持ってきましょう。はい、そうするとですね、グルーヴが違うのでここの部分が分かれているの分かりますでしょうか。こうなったらとっても編集がしやすいです。ちょっとここから聞いてみますね。どんな感じになってるか一小節分だけ聞きます。はい、よく似たフレーズが入っているだけです。ですからこちらの後半部分を少し変えたいと思います。エディットプレイスタイルを持っていきまして、そしてこちらはあえてライドにします。ちょっと聞いてみますね。はい、もう少しライドを上げたいと思います。はい、どれだけ触るかというのは皆さんの凝り度合いによっても違うと思いますので、もっと細かいところまで合わせていくんだ、そういう方はもちろんそういう風にしてみてください。そうしましたらこれでドラムもできたわけです。ここからどうするかと言いましたら、このオーディオは仮のためだけに作っただけですので、このトラックを一旦削除します。そうしまして、このベースとキーズ、この2つに入っていますので、スタジオ版の場合ミュートになってたんですね。灰色になってるというのはミュートです。これシフト M 押すと戻ります。これで3点セットが入ったわけです。聞いてみましょう。はい、ミックスします。こんな感じでいいですよね。じゃあここからです。村長、キーボード弾くの下手なんですよ。もう分かってますよね。2日ほど前も見せました。ピンコピンコンピンコンピンコンぐらいなんでですね、今日は必殺技を何をするかなんですが、はい、角っこの方に村長が出てきましたが、こんにちは、こんな感じです。で、ここに iPad があります。はい、皆さんご存知でしょうか。村長一時凝ってたサムジャムというやつですね。今オルガンの音にしています。で、コードはこれでいいのかちょっとわからないのでですね、このようにして2つをビューンと上のコードトラックに上げます。そしてここのこれを出しておくとですね、コードトラックが再生するとですね、ここに表示されるんですね。この表示を使ってですね、アドリブをしようということなんです。どんなにうまくいくか、本当にうまくいくのかな、やってみたいと思います。
ターに変えます。ビブラートコ、はい、なんぼ遊ぶねんって感じですよね。見えてますかね、これ iPad のサムジャムっていうソフトですね。これで演奏をしました。録音はしてなかったですね。 DAW には録音をしていませんが、生でアドリブ演奏をさせていただきました。こんな感じでですね、紛れもない生ですからですね、こういう楽しみ方、そしてこれは楽しんでるだけじゃなくてメロディーとしてですね入力できるわけですからね、これをメロダインかけたりしながらですね、また違う音にするとかいうようなこともできるわけです。皆さん、トゥーントラックのですね三種の神器、これをうまく使ってですね、もう一度おさらいしますが、ドラムからグルーブを Easy Keys 2に持っていってですね、Easy Keys 2でベースを作ってですね、それをですねまた Easy Bass の方に持っていくと、そしてそれを今度はもう一度 Easy ドラマーに書き戻すということをしまして、3つ目の音を作ったわけですね。そしてそれにアドリブでメロディーを奏でたというこういう流れですね。久しぶりに演奏というようなものをしてみましたけれども、まあまあぐちゃぐちゃのアドリブですけれどもですね、こんなこともできる一例ということで、トゥントラックのこのシリーズをうまく使っていただいたらいいんではないかな、そんなふうに思いました。村長スタジオでした。